はい、こんにちは。モールクジジイ様、松本様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきます。日本改革党豊島区議会議員靴沢亮でございます。ごちゃんに私への殺害予告があったと有志から教えていただきました。まあ、こちらがキャプチャーなんですけど、何が書いてあったかと言いますと、先日、靴沢亮次の自宅に行ったが出てこず、こいつだけは絶対に許せないので、一家もろとも殺害します。こんな悪人が議員やってるなんてありえない。俺は捕まらない。必ず下ろします。とのこと。だそうであります。あんまりですね、そういうことを音声にするとですね、YouTube のAI がピピンと反応しまして、なんか引っかかっちゃうんで、所轄と公安に通報をしてあります。私、2月いっぱいは抗がん剤のせいで免疫落ちてますんで、まあ、来週ですかに、出頭して、被害届出すという約束取り付けました。私の何に激怒したんだか、不明ですが、まあ、正論言われるとですね、私は嘘ついてないし、正論しか言ってないと自分では思っておりますんで、正論言われると怒る、困る人間がいるっつうことなんだな。まあ、脅されようが構わず言い続けますけどね。私はね、もう何言われたって言い続けますけどね。2月14日午後、札幌市のデパートで10代の女性店員、アルバイト、だそうであります。の胸を触った62歳逮捕。可愛かったので。って言ってるらしいんですけど、脳の老化でですね、理性が衰え、人格の本質がむき出しになるそうです。で、持って生まれた人間性が出てしまう。その若い頃は理性で抑えていたものが。まあ、年取って怒りっぽくなる人は、もともとおごりっぽい人、本質が。だし、他人の言うこと一切聞かない人は、もともとそういう人だった。で、脳の老化でそれがむき出しになってきた。犯罪係数が高くなるのも、もともとそういう人だった。だそうでね。この62歳も、本能をむき出してしまったんだな。もともと、いやらしい人。で、若い頃は理性で抑えていたが、ということなのかな。まあ、元気だな。自分も気をつけないとなって思います。私の場合ですね、元からあったですね、いい加減さ、適当さが加速してる気がするんですよ。まあ、もともと本質的にいい加減な感じがですね、いいよいいよ何でもいいよみたいな、そういうのが加速してるような気がするこの頃であります。産経報道。否決された例の武蔵野市の住民投票条例、原案作ったですね、懇談会に市が法的根拠なく報酬を支払っていたことが発覚したそうであります。報酬額は非公表。いくら払ってたかわからない。市が払ったんだから、まあ、原資は税金ですよね。税金にたがんのが大好きなんですね。左翼仲間、市長の仲間の、まあ、食いぶちだったんでしょうね。専門家はこう言ってます。金払ったんだから市の付属機関である。で、付属機関っていうのは法に基づき設置されるもんで、要項のみで付属機関を設置したことは地方自治法違反に当たる。だそうであります。松下玲子市長はなんて弁明していくかっていうと、市長の私的諮問機関であり、付属機関に当たらない。つまり、私的なもんだ。プライベートの会だ。まあ、ご意見番ですか諮問機関っていうことね。まあ、苦しいわけだな。市が金払ってんだから、私的機関って言い張るのは無理なんじゃないですかね。そう言い張るんだったらば、市長の懐から報酬が出ているべきだし、市じゃなくてね、まあ、実際は市が支出してたし、こんなこと言って恥ずかしくねえのかな、松下玲子市長はなーって思いますけれども、答えは恥ずかしくありません。左翼に恥などない。どういうものが恥なのかさえ理解してませんね。これ言うなればですね、詐欺師が自分の嘘を恥じるかっていう問題に行き着くんですよ。他人をですね、奴隷にしようと嘘つく人間に良心など皆無。あの人ら自分らが権力握って、他の人らを家畜か奴隷かのように何もかも全て奪って、一回集めて、ちょっとずつ平等に配るという。それで騙そうっていうですね。で、俺らは正しいことやってんだから、何をやっても許されるっていうのが左翼の連中ですから、まあ、詐欺師が嘘をためらうか、そういう問題に行き着きますね。さらにですね、党の懇談会の副座長だった天野純一、岩手県立大名誉教授がですね、特別公務員に報酬が支払われるので、付属機関の要素が強い、なんて言っちゃってます。党の会の副座長が、まあ、学者として嘘は言えなかったみたいなんですけどね。ちなみに特別公務員って議員とか、市長、区長、知事なんかが含まれますね。歳費はですね、給与じゃなくて報酬と呼ばれまして、時間や日数を定めた就業規定から外れるし、副業を禁止されてないなどの違いがあります。まあ、議員なんてもともと本業があって、例えば不動産屋であるとか、どっかの会社の役員であるとか、で、議員やってるなんて方も多いんでね。もちろん、副収入があったらですね、合算して申告し直しなどはしないといけないんですけど、産経、条例の制定過程に疑義が生じれば、住民投票条例の行方に影響を与えそうだ、なんていう言葉で締めくくってますけど、これはもちろんですね、産経としては影響を与えてほしい。影響があってほしいっていう願望ですね。まあ、これらの指摘を受けて松下玲子市長、当面の間、上程は見送ると2月14日に、言ってました。ただし、最終的に制定を目指す考えは変わらないとも言ってたらしいであります。負けを決して認められない左翼っぽいな、ここら辺もな、思いますけど、往生際が悪いです。異常な粘着質です。左翼は。諦めない。9条は平和憲法なんて、70年間嘘言い続けて浸透させた連中ですしね。実際はですね、日本人は抵抗せずに黙って殺されろって内容なのにね。まあ、しつこいのが取り柄の左翼。千葉県浦安市で暗躍したと通報ありました。すでに市民懇談会が結成されてですね、住民投票条例、制度導入の動きがあるそうであります。これ武蔵野市と違ってですね、浦安市でも住民投票できるように条例作ろうって段階らしいんですけどね。市民懇談会はボランティアなのかな。武蔵野市と同じようにですね、適当に会を作って市から報酬が支払われてるとしたらば、これ武蔵野市と同様にですね、大問題。地方自治法違反になりますよね。その辺ですね、浦安市の市議会議員さん、議員調査権っていうものがあるんだから、それ使って調べてくんないかな。で、私に教えてくんないかなって思います。武蔵野市じゃない、浦安市に関しては、続報あったらお知らせいたします。バイデン、プーチン、電話会談開催。バイデン、お前は殺人者だ。飛ばすね。広島長崎原爆投下は民間人の虐殺だ。言い返す。ネットの反応です。それは確かにそう。引き合いに出して巻き込むなよ。原爆後慌てて北方領土に攻め入ったのはいいのか。火事場泥棒が何を言うか。分かってるなら北方領土をと樺太返して半世紀ほど言うのが遅いと。売り言葉に買い言葉という、まあ、随分と殺伐とした電話会談だったようでね。これね、ソ連、米ソ冷戦時代も、こんな風には言い合ってなかったんじゃないかと思いますけど、岸田総理、広島出身ですけど、他国の首脳にこのぐらい言えるんですかね。脳思考、脳信念が今は丸バレ。まあ言えるはずないよね。ないよね。岸田総理。岸田総理が他国の首脳に向かってお前は殺人者だ言えるかって話。原爆はですね、米国は民間人虐殺だったことを重々承知してます。その根拠はですね、それを薄めるために中共の大嘘の南京事件を放置黙認しております。日本兵が南京市民30万人大虐殺したっていう例のあの大嘘ね。日本兵が南京に入る前の南京市の人口は15万人でした。で、日本軍が入った後、25万人に膨れ上がってますね。してみっとですね、30万人殺したって言ってっから、日本兵が、じゃあ40万人がですね、殺されるために南京を目指したのかって話になりますよね。これは全くの大嘘。そんな手間、暇、そんな労力、南京市に入った日本軍にはなかったと思うと。こんなことやったらあれか手いっぱいだわ。まあね、米国は中共の大嘘を放置黙認しておりました。広島の、こっちは正真正銘民間人虐殺を薄めるためですね。広島南水の被害者は合わせて約30万人であります。まあ、中共の大嘘も同数であります。アメリカでも日本も悪いんですよ。だから原爆を落としたんですよ。これが言いたいだけなんですね。ですんでね、アメリカも重々承知。原爆は民間人虐殺だったよな。こういう闇がですね、表に出ないと、過半数が知らないと、世界中が知らないと、戦後リジームっていうのは終わんないんだろうな。安倍元総理が戦後レジウムからの脱却って公約にしてましたけれども、ロシアにはですね、ソ連が崩壊しても北方領土を返さない恨みがありますが、まあ、帝国としてはですね、プーチンの広島南石は非武装民間に虐殺発言を大事にしてですね、今後何とかして活用しないと。どういう手段、どういう機会に使うかわかりませんけれども、だってプーチンこう言ってて、断るごとになんか言ったらいいんだねえのかな。アメリカが無茶な要求してきたらの話ですけどね。反日が国是の韓国国会で、日本政府の佐渡金山世界登録推薦、撤回を求める決議、可決成立したそうであります。2月14日ですから、昨日かな。ネットの話、何の意味があるんだ、暇なんか。だからなんだ、としか言いようが。外国の世界遺産の是非を国会で決議するんか。外国のことでわざわざ国会決議してんじゃねえよ。こんなんだから日本人に嫌われんだよ。人が嫌がることを進んでやります。本当だね。進んでやってるよね。断交するぞぐらい言ってくれ。頼むから。こっちは早く断交したいんですよ。まあ、これは日本政府としては制裁案件ですね。関税上げるとかね。輸出制限するとかね。あるいは輸出を禁止するとかね。したら、たじまじ干上がりますからね。完全完璧な内政干渉ですけども、まあ、理解できないんだろうな。甘えがあるよね。何言われようが関係ないですけど、日本政府は、まあ、せいぜいね、あっちができることは腐敗するぐらいですけど、それにも失敗してるようだしね。朝鮮日報、日本製素材を買わないと、サムスンも LG も生産ストップなんて記事にしちゃいましたけどね。隣国への嫌がらせで国家を維持してるって国、他にあるんだろうかね。しかし、韓国政府は甘えと。まあ、どっかで聞いたことがあるような気がしますけど、左翼は甘え。フェミは甘え、ビーガンは甘え、まあ、全部甘えですよね。全部根は一緒のような気がするんですよね。まあ、まとめて排除できていいですよね。USA トゥデイ報道、北京五輪の成果が消える、大雪で。五輪委員会、組織委員会、消えたのは事実、今は復活と。まあ、予備の日っていうのが取ってあるみたいなんですけれども、本当かな。ネットの話。消えそうって言われてたけど、マジで。ポンコツ露呈しまくりや。毎日毎日、歴代最低五輪を更新。実は運んでる最中も何度も消えてます。慌てず騒がずライター使えば問題ない、五輪精神何それ状態だし問題ない。平和もスポーツマンシップもないんだから消えて当然。お前らがやってんのは五輪じゃないという神様の警告だぞ。ジェノサイド運動会にふさわしく呪われている。聖なる日は中国共産党には灯らないと。これはもう不吉の一言ですね。2020年に中国共産党は崩壊するって私予言してて外したんですけど、まあ長くないかもしれないですけどね。噂なんですけど、近平が有能で、あちこちガダガダの宗教をなんとかかんとかまとめ上げてるって話なんですよね。ということは、近平に依存している体制ですから、近平の個人の健康になんかあったら、まあガダガダっといくかもしれないですね。聖なる日の中共の認識はですね、ライターで付け直せば問題ないぐらいしかないですよ。中国と半島にですね、聖なるとか尊いとかって概念ねえから、全然ねえから。なぜならですね、そういうものや人物が存在したことないんでね、今まで。中国王朝はずっと暴力支配だし、それがですね、上に法あれば下に策あり、言葉に残ってますよね。上が決まりつくんだったらば、下はそれをですね、かいくぐる策を持ってるっていう言葉なんですけどね。まあこれが転じてですね、可能なインチキ見逃さずっていうことわざになってますけど、私が作ったんですけど、可能なインチキ見逃さずっていうのは、これ監視する側じゃないですよ。可能なインチキがあったならば必ずやるってことですよ。これ私が作りました。皇室を目の敵にする、連中はですね、尊いとか聖なるとか知らねえから、そういう概念ねえから、嫉妬と羨望も混じって複雑な感情を持ってんだろうな。これは在日国内左翼も一緒ですよ。あいつら我々と違ってですね、皇室の分家じゃねえですからね。全く違いますもんね。ということで、殺害予告されるって自民党の、安倍総理なんかはされるんだろうけど、書き込まれてんだろうけど、自民党の国会議員とかでやられてる人いんのかな。ちょっと知りたい気もいたします。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。